皆さんこんにちは、ゆりやと申します。前回は動画を投稿する順番を間違えてしまい大変申し訳ございませんでした。今後このようなことがないよう気をつけます。でも直前に気づいて本当に良かったです。これで安心して浴衣を買いに行ける。それではときメモ GS セカンドやっていきます。現在のパラメーターはこんな感じです。相変わらず魅力だけ低いです。頑張ります。いらっしゃいませ。はい、浴衣を買いに来ました。浴衣、おお、色が変わってる。おお、どっちかと言ったらこっちかな。確かショッピングカードって使っちゃったよね。あー、使っちゃったか。ではこっちの緑の浴衣を買います。痛い。以上です。ここまで、あと5個ちょうだい。ありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。あれ、あそこにいるのひかみくんだ。ひかみくん。おお。え、ああ、はい。君は右側通行派か左側通行派か。え、何が。おお、ひかみくんもおしゃれだね。でもなんだろう、制服に見える。はい、どっちだろう。多分主人公何も理解してないよね。やはり決まってないか。何が。ひかみくん何を考えてたの。いや、ここを歩く人を見ていて気づいたことがあってね。何。交通ルールでは歩行者は右だ。しかし建物の中はその限りじゃない。結果スムーズに歩くのは難しい。そりゃあね。うん、それはそうだね。学校でも同じことが言えるんだ。移動教室の時のタイムロスを減らし生徒の衝突事故を避けるには。そんなこと考えてんの。そうだ、廊下の真ん中に白線を引こう。早速週明けに生徒会で提案だ。本気なの。ひかみくん、ひかみくんって休みの日にも学校のこと考えてるんだ。考えるということは時間や場所の制限を受けないだろ。確かに。それにリラックスしてるといろいろとアイデアが湧くものさ。それでは失礼。あー、うん、またね。ひかみくん、リラックスしてても真面目なこと考えてるんだな。そうだね。よし、テストを受けるか。テストを受ける。初日の試験科目は語学。いいでひかも、お。2日目の試験科目は数学。うん、バッチリ、お。3日目は選択科目。うん、こんなもんかな。4日目は芸術。うん、こんなもんかな。5日目は技術家庭科。うん、バッチリ、お。テストの結果が発表されてるって言ってたな。よし、見に行こう。あら、微妙。選択と芸術が低いな。かっちゃん、赤点取っちゃったの。こんなもんかな。いや、まだまだ。あ、芝くん。もったいない。え？え？お前ならもう少し頑張れるんじゃないかと思うんだけどな。そうだよね、私もっと頑張る。よし、もっと頑張らなくちゃ。柴くんに電話しよう。柴です。ああ、柴くん、黒宮ユリアだけど。どうした。あれ、
芝くん？あ、悪い。うん。いきなりお前の声が聞こえてくるとは思わなくてぼーっとしちまった。なんだ？ぼーっと生きてんじゃねえよ。ちょっと先なんだけど、8月5日、臨海地区の花火大会に行こう。8月5日の花火大会に行かない？その日なら空いてる。やった。じゃあ8月5日に羽ばたき駅で待ってるね。ああ、気をつけてこいよ。うん、やった。早く8月5日が来ないかな。お、あ、芝くん、いらっしゃい。枯れない花を買いに来たの？何？え、何何？いや、花に馴染んでると思って。そうかな。そうかな。ああ、合ってる。花屋のバイト。本当？まあ私の名前はユリアですから。ありがとう。褒めてくれてるんだよね。うん、多分そうじゃないかな。お、はい。あ、芝くん、どうしたの？今度の日曜日、空いてるか？空いてるよ。うん、暇だよ。どうして？ボーリング場に行かないか？行く。一人で行くのも味気なくてな。そうだよね。うん、ぜひ。よかった。じゃあ今度の日曜日、駅前広場で待ち合わせでいい？ああ、日曜晴れるといいな。そうだね。ボーリングだから天気関係ないけど。芝くんからデートに誘われちゃった。今日は芝くんとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーをつけましょう。こっち。あれ、デートの待ち合わせ場所ってどこだったっけ？駅前広場、羽ばたき駅。駅前広場。あ、千春くん、まだ来てないみたい。待ってみよう。遅いな。ひょっとして私、待ち合わせ場所を間違ってる？ここでもう少し待つ。芝くん、まだ来てないみたい。悪い。遅いよ。あ、芝くん。うん、私もさっき着いたところだよ。そうか。ならよかった。うん。その服。何？え、何か変？そんなこと一言も言ってないだろ。そうだね。気に入ってくれたのかな。よかった。どっちがいい？芝くん、ごめん。今日は私ね、ダーツコーナーがいい。ああ、行くか。うん、ごめんね、ボーリングじゃなくて。準備完了。じゃあ始めるか。うん。ダーツ教えてほしいな。遊びなんだからさ、気楽に行かない？どっちが勝つか真剣勝負。教えてもらおうかな。ダーツ教えてほしいな。ん？じゃあとりあえず左上狙え。点数高いのが固まってるから。そうなの？わかった。うん、いい感じだよね。サンキュー、楽しかった。また誘うかも。うん、うん、楽しみにしてるね。わかった、楽しみにしとけ。うん。お前もう気にする時間か？そうじゃなければ海行こう。うん、大丈夫だよ。じゃあもう少し付き合え。まだ足りない。私も。うん。ところで芝くん。なんだ？恋愛について聞く。ねえ、芝くんはどんな恋愛をしてみたい？は？
例えば情熱的なとかドラマみたいなとかそういうの。今のままで十分。あ、そうなの？え？ふう、少し余裕が欲しいもんだ、お前くらい。え、私余裕ないんだけど、というようなことを話した。ありがとう、家まで送ってくれて。いや、じゃあ。うん、またね。柴くんに送ってもらっちゃった。柴くんに電話しよう。柴です。ああ、柴くん、黒宮ユリアだけど。どうした？あれ、柴くん？あ、悪い。うん。いきなりお前の声が聞こえてくるとは思わなくてぼーっとしちまった。なんだ？ぼーっと生きてんじゃねえよ。再来週。さーて、どっちに行こう？海か遊園地か。あー、もしかして柴くん遊園地に誘ってくれるかもしれないな。海にしよう。臨海地区の海に行こう。再来週海へ泳ぎに行かない？その日なら空いてる。やった。じゃあ再来週羽ばたき駅で待ってるね。ああ、気をつけてこいよ。うん、やった。早く再来週が来ないかな。今日は柴くんと花火大会デートです。浴衣を着て、アクセサリーはこのままでいっか。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。柴くんは、あ、いた。ごめんね、待った？ああ、気にしなくていい。ほんとごめんね、帯にちょっと手間取っちゃって。遅れちゃってごめんね。浴衣？浴衣だよ、今年は着ちゃった。うん、着てきちゃった。どうかな？どうした？あれ、どうしたのかな？もしかして見とれちゃった？あ、ああ、うん、じゃなくて、柴くん喜んでくれてるみたい。よかった。わかりづらいよ。わ、縁日だ、私行きたい。花火の前に寄っていくか。うん。ん？なあ、あれ。何？リンゴ飴？たこ焼き？え、あ、輪投げ。柴くんやってみたいの？いや、あそこにある景品のトロフィー。トロフィー？あれが欲しいの？わあ、すごいね。本物と同じくらい大きいよ。どれくらい？1メートル超えるくらい？リングに入るのか、あれ。どうだろう。まあ、入るんじゃないかな。狙うのは難しいけど。そういえば、飾り物なのかな？どうだか。でも。でも？本物は自力で取らないとな。そうだね。ん？他もあろう。え？ちょっと、また一人で完結しないでよ。うん。花火、もうすぐ始まるな。行こう。うん。花火ばかり見てると足元が危ないな。気をつけろよ。柴くん、それフラグ。足元なんか見ていられない。フラフラしてきちゃった。柴くんもね。そうだな。こういう選択肢にキャラの名前があるのは当たりなんだけど、なんかな。一番上かな。足元なんか見ていられない。それもそうだ。
もしこけそうになったら俺に捕まればいい。いいの？ありがとう。うん、いい感じだよね。来た。見つめてみる。服を引っ張ってみる。チョップしてみる。服引っ張っちゃおう。服を引っ張ってみる。悪い、歩くの早かったか。時間あるしゆっくり歩こう。え、私たち歩いてたの？千葉くん優しいな。いいな、こういうのだったら。また誘えよ。千葉くん、来週は海だよ。うん、千葉くんさえよかったら。おい、送る、お前ん家まで。いいの？ありがとう。というか、この恋にキュンとしちゃった。ありがとう、家まで送ってくれて。いや、じゃあ。うん、またね。芝くんに送ってもらっちゃった。今日は芝くんと海デートです。このストレンジのスクミズではなく、こっちスポーティー。アクセサリーはこのままでいっか。芝くんまだ来てないみたい。悪い。ううん、そんなに待ってないよ。あ、芝くん。ううん、私もさっき着いたところだよ。そうか、ならよかった。うん。じゃあ着替えたらまたここで。うん、うん。あれ、この辺りじゃなかったっけ。ひょっとしてあっちかな。おお、イベントだ。海来てよかった。違ったみたい。ひょっとして私迷子？芝くん心配してるかも。はあ、どうしよう。はい、もしかして芝くん？あ、あ、あ、すっごいゆっくりなんだけど。おお、芝くん、美しき肉体、鍛えてるって感じがする。芝くん、走ってきたの？なかなか戻ってこないから、何かあったのかと。芝くん、ごめんね、心配かけて。あまり心配させるな。うん、ごめんね。すっごい優しい目。ごめんなさい、迷っちゃって。俺たちがいたところから真正面の店に行ったのに、どうすれば迷える。え、そうだったの？じゃあこれからはずっと一緒にいて。う、とにかく無事でよかった。どうした？あ、もしかして炎天下の中を走って探したから熱中症になっちゃった？違ったわ。そして芝くん、笑うの早いよ。芝くん、お前どういう方向感覚。もうやめてよ、そんな笑わなくても。悪い。ちょっと芝くん、でもこれは貴重かもしれない。もう、でもこんなに笑ってる芝くんって貴重かも。そうだよ、超レア、激レアよ。一日じゃ時間足りねえな。また出かけるか。うん、じゃあ今度は遊園地に行こう。うん、じゃあまた誘っちゃおうかな。あ、その時は予定開ける。本当？来い、送る、お前ん家まで。いいの？ありがとう。ありがとう、家まで送ってくれて。いや、じゃあ。うん、またね。芝くんに送ってもらっちゃった。今日から夏合宿、張り切って頑張ろう。あ、はい。そういえば誰かと合宿って初めてだ。
芝くん、勝負の合宿の開始だね。どういう意味？ああ、この合宿で力をつけるってこと？そうだな。普段以上に気合い入れてやるつもりだ。お、やる気満々だね。でも無理は禁物だよ。怪我なんてもってのほかだからね。お前の方こそ体調崩したりすんなよ。うん、気をつける。ありがとう。人のことで一生懸命になりすぎるところがあるからな、お前は。え、そうかな。私は大丈夫。ありがとう、芝くん。よし、頑張るぞ。よし、頑張るぞ。ああ、初日からやらかした。ああ、あ、一日しか成功してないじゃん。今日の食事当番は私。さて、何を作ろうかな。あれ、誰も来なかった。いつもは姫子さんが来るから芝くんが来るのかなと思ったけど。ピッガイアットサイを作ります。よし、思い切ってピッガイアットサイに挑戦。お、普通の唐揚げとは違う。そうだよ。うん、一工夫してみました。いいな、そういうの。食ってもいいか？もちろん。これは興奮してるな。もちろん、どうぞ召し上がれ。え、どうだった？なんか美味しそうな顔をしてないんだけど。中に具が入ってるとは思わなかった。凝ったの作ったんだな。まあね。びっくりした？ああ、それにうまかったし。本当？ありがとう。惚れ直し、いや、見直した。ごちそうさん。なになに、惚れ直しちゃった？気合い入れてよかった。よし、残りも頑張るぞ。これ大丈夫？今日は合宿練習の最終日。お前のおかげでしっかり練習に打ち込めた。サンキュー。いえいえ、本当に打ち込めた？うん、バッチリ実力ついたみたい。一日しか成功してないのに？家に帰ろ。あれ、なんだろう、何か落ちてる。これは黒宮ユリアは野球部マネージャー伝統のアイテム、勝利の救急箱を手に入れた。おお、これはもしかしてお医者さんカバン？あれ、誰だろう。もしもし、芝だけど。芝くん、待ってたよ。あれ、芝くん、どうしたの？今度の日曜、少しでいい、時間取れないか？一日暇だよ。うん、暇だよ。どうして？遊園地に行こう。芝くん！とスッキリすると思う。好き！かっちゃん大好き！うん、ぜひ！よかった。私もよかった！じゃあ、今度の日曜日、バス停で待ち合わせでいい？ああ、日曜晴れるといいな。そうだね、てるてる坊主100個作る。芝くんからデートに誘われちゃった。今日は芝くんと待ちに待った遊園地デートです。水着ではなく洋服に着替えましょう。どっちにしよっかな。こっちにしよっかな。スポーティー。アクセサリーは外しましょう。あ、日比谷くん、ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。芝くんは、あ、いた。ごめんね、待った？おう。ああ、気にしなくていい。本当にごめんね。おお、似合う、かっこいい。遅れちゃってごめんね。その服、何？え、何か変？そんなこと
一言も言ってないだろ。そうだね、気に入ってくれたのかな。よかった。フリーパスにするか。する。じゃあ行こう。うん。じゃあどこ行くんだ。そうだな、ジェットコースター、観覧車、それともメリーゴーランド、ゴーカート、それともお化け屋敷に入ろう。ああいいぞ。じゃあ行こう。どうした、入らないのか。いや入るけど、ちょっと心の準備が。うん、芝君先に入ってくれる。へえ、怖いんだ。全然怖くないよ。え、芝君微動だにしないんだけど。ちょっと芝君、この芝君置物じゃないよね。幽霊とは違う、あの血生臭いグロさが不気味だったな。そうだね、怖くて目をつぶってたの。怖いけど一緒だと楽しいね。なんか子供魂って感じだね、あんなに驚いてたのに。これかこれ、下かな。怖いけど一緒だと楽しいね。だな、建物とかクリーチャーがかなり凝ってて不気味以前に見入った。ああ私も。うん、いい感じだよね。ナイトパレードか、お前見たいんじゃないか。見たい。うん、見たいな。じゃあ見に行くか。うん、いい場所まだあればいいけど。え、じゃあ早く行こう。あの狼の着ぐるみ、ちょっと目つきが悪い気がする。そうかな、芝君に似てるかも。あれじゃ子供が泣くよね。あれはあれで可愛いよ。選択肢にキャラの名前があると当たりだけど。目つき悪いとかって言ってたし、これはないし、これか。でも芝君と反対意見だし、一番上かな。芝君に似てるかも。目つきがってか。そういやあの狼なかなかいい男だな。あらあら、意外とナルシストなのね。うん、いい感じだよね。サンキュー、楽しかった。また誘うかも。私も楽しかった。今度は私も誘うね。うん、楽しみにしてるね。わかった、楽しみにしとけ。うん、来い、送る、お前ん家まで。いいの？ありがとう。ありがとう、家まで送ってくれて。いや、じゃあ。うん、またね。芝君に送ってもらっちゃった。というところで、今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。